勇者の洞窟来ました。頑張っていきましょう。ただ相性的にね、また地面タイプ中心な気がするので気をつけていきたいですね。あ、いきなりレベル上がった。あ、10万ボルト来た。待望の10万ボルトだ。これは電気ショックだな。本領発揮じゃないかな、ピカチュウの。これどうする、行くか、起こさないで行こう。2階地下2階。ビブラーバ出んのか。ビブラーバはナックラーの進化ですね。えい、オッケー。うわ、そうか、こういう罠もあるからね、気をつけないとね。では行きますか。調べきったと思ったけど出てきたな。やべ、これはすぐ移動しよう。地下3階。さあポケを拾って階段あるなぁ。ただ探索したいからね。どうしよう。ちょっとこれはもういいや。砂嵐はやだ。行こう、行きます。地下4階。なかなかなアイテムゾーンじゃない、ここ。いいよいいよ。でお腹的に半分切っちゃってるんで、ベトベタフードを消費しよう。やけどつくはずだったんだろうね、本来。もう一個食べよう、じゃあ。オッケー。地下5階。2体動いてくるか。まあ、1列になってくれれば、まだなんとかなるかも。オッケー。さあ、次に行きましょう。なかなか平和的ですね、まだ。砂嵐フロアとかも出てきそうだから、レベルはなんとかしてあげたいね。もう1個ぐらい行こう。地下7階。よーし、レベルアップ。あ、スコルピーが仲間になる。しようしよう。じゃ、これは行きますか。行き止まりだよね。行こう。地下8階。どんどん行くか。地下9階。これはさすがに起きてるよな。で、階段あるんで、今回はすぐ行こう。地下10階。また15近くあるかな、ここも。では行きましょう。地下11階。あ、着いた。あ、中間か。たまには探検もいいもんだな。でしょ。では行きますか。最深部。サンドパンは寝てるからそのままで行こう。あ、マジでいる？倒した、ナイス。できたらレベル1個上げたいからね。
ちょっと戦っていくか。オッケー、とりあえずレベル27だね、ピカチュウ。俺も27にはしたいかなとは思うんだけど、どうだろう、上がるかな。よーし、そろそろ行こう。マジかー、ちょっとこの位置嫌ですね。どうしましょうか。サンドパンが3体いるよ。どうしようどうしよう。ここは弾使うか。ちょっと敵封じ使おう。で、今のうちに攻めたい。とりあえずなんとかなるかな。 OK でーす。バンギラス、バンギラス出てきた、やばい。大物が出てきた、やばい。えいえいえい、やばいやばい、倒せるかな倒せるかな。はいはい、 OK。 経験値400近くもらえる。やっぱ強いですね。それだけ強いってことだよね。もう階段見つけたいわ、早く。あったー、行こう。3階、地下3階。行きます。地下4階。あ、もう砂嵐ばっかりだね。はい。オッケー、ナイスナイス。なんとかなった。いやでも、今ので危ないってなるとちょっとやばいかもしれないね。またスコルピーが仲間にできる。やった。オスとメスだ。仲良し。スコルピーに守られるピカチュウ。マジか、モンスターハウス引く？ここで。ここで引くかい？とりあえず、ここまではいいんだけど。ちょっと待って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 。やばい、ちょっとまずい、これは。とりあえず一発。ああ、やばい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 、殺されるかもしれん。やばい、ちょっと待って。待って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 、待って待って待って、考えろ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 。ちょっとなんか後ろのスコルピが横向いちゃってるのが気になるな。あそこにいるのか。考え直そう。あ、こっからなんだ、こっからなんだ。すげえすげえありがたいんだけど。え、じゃあ、割と収穫あったんじゃない？アイテム使っちゃったけど。これ最初からこの選択選んでたらよかったのかな？復活使っちゃったよね。ボスいたらやばいかもしれないけど。行こう。改めて。嘘ー！ははははは。それは、それは無理だわ。それは無理だわ、さすがに。逃れようがないわ、それはさすがに。
オッケーオッケー、成長し、成長してる成長してる、いいよ成長してる成長してる、まあそうなるよね。スコルピが減ってる、やばい、闇のゲームだこれは。いやー、まさかまたモンスターハウス引くとはな。待って、道具、いや、なんとかするしかない。ここまで来たんだ、頑張ろう。いやー、でもあれはちょっとどうしようもないな。なんとか、なんとか3階、なんとか3階、地下3階だ。これは直行するか？オッケー、行こう。大丈夫、大丈夫、大丈夫。4階、地下4階。とりあえずな、モンスターハウスさえ引かなければ、大丈夫だと思うんだけど。やられてる理由基本的にそれだもんね、今のところ。うわー、砂嵐か。ゆっくり探索できると思ったんだけどな、やられてしまったよな。やば。やばい、やばい。えい。オッケー。階段、階段あってくれ、階段。階段あって。ないかー。ここにはないかー。階段ここは。ないかー。ポケがあった。ってことは右下っぽいね、これは。待って、なんかいる。ナイスナイスナイス。行こう。地下5階。いやー、やばいなー。ナイスナイスナイス、いよいよ。うわー、ちょっかい出しちゃう？ちょっかい出しちゃう？まあ、倒してくれればいいよ。倒してくれればいいよ。オッケーオッケー。まあ、とりあえずぐるぐる回るか。寝てしまった。寝てしまったよ。まあ、こんな時だからこそね、睡眠大事、睡眠大事。あった、行こう。地下6階。やば、うわうわうわ、あぶねえ、当たんない、やばい、うわー、スコルピー、すまん、俺がツバメ返しを最初から打っていればこんなことにはならなかった、すまぬ。レベル上がったわ。ああ、ヒポポタス仲間にできる、しよう、かわいい。行こう行こう、地下7階、これは突っ込もう。 OK、 地下8階倒して、倒、わ、マジか、ないのか。じゃあ、ツバメ返しで。オッケー。お、階段見つけた。よかったー。で、PP マックスあるから、飲もう。地下9階。行こうとしたなぁ。行くか。地下10階は、10階、10階行ってしまった。え、どこまであるんだろう、真面目に。そろそろな気はするんだけどね。まだあるかなぁ。おぉ、また箱だ。
まあ、ただモンスターハウス引いてないだけもうありがたいって思ってるからね俺は。あったよ。オッケー。あ、着いた。よかった。地底の湖。ここは、わ、綺麗。すごい。まさか地底にこんな湖が広がってるなんて。あ、あそこに何か光ってる。あの光、前にもどこかで見たような。そっか、わかった。霧の湖で見た光と同じものだよあれは。ってことはあるってこと、ということはあの光は時の歯車ってことにならないかな。もっと近くに行って見てみよう。うわ、待て、何なのお前たちは。どこからか声が。ここへ、ここへ何しに来た。何しに行って、僕たち時の歯車を探しに。時の歯車に近づいてはならない。時の歯車に近づく者は許さない。あ、エメリットだっけ。エメリット、深き地底の湖で時の歯車を守る者。時の歯車を守る者だって。時の歯車を脅かす者は私が許さない。行くよ。うわー、戦うのか。ユクシーとだって戦ってないというのに。しかも砂嵐ある状態なんだね。きつ。どうしよっかな。とりあえずこうするか。なんかなれ。キャッチしちゃったよ。ダメージが固定された？どういうこと？とりあえず攻撃してみればわかるかな。まだ足投げる。お、お、いいんじゃない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 。投げとけ、投げとけ、投げとけ。なんかできることしとこう、できることしとこう、いろいろ。えい、えい、えい。オッケー。えい。ナイス突進、ナイス突進。やばいやばい。結構その位置危ない気がする、場合によっては。うわあ、ぐるぐる回ってる。あ、倒しちゃった。うぐ、うぐぐぐ。でも渡さない。時の歯車だけは。だから僕たちは時の歯車を盗みに来たわけじゃないってば。とぼけるな。私はユクシーからテレパシーで聞いてるんだよ。霧の湖の時の歯車が盗まれたことを。ユクシーから？あれはお前たちの仕業だろう。違うけど、でもそう思っちゃうだろうね。ユクシーたちの立場からすると。じゃあ誰だというの？それは多分、俺のことじゃないかな。え？ジュプトル。あれがジュプトル？悪いが、時の歯車はいただくぞ。そこをどいてくれ。時の歯車は渡さない。ならば仕方がない。お前は先ほどの戦いで、すでに相当ダメージを負ってるはずだ。無理をするな。その先は行かせない。そうか。悪いな。バトルにはならないのか。お前たちに恨みはない。勘弁してくれ。時の歯車はもらっていくぞ。すまない。ユクシが言っていたのはお前たちではなくあいつだったんだね。疑ってごめん。
いけない。早くこっから逃げなきゃ。どうして？時の歯車が取られたってことかな？一体何が？アイスが時の歯車を取ったんで、ここら辺一帯の地底の湖の時間も止まる。やばいやばいやばい。一緒にびっくりしてたけど、早くしないと私たちも飲まれてしまう。力を振り絞って、さあ早く。チャプター12、残された可能性。もう12か、早えな。エムリットは我々が無事保護いたしましたのでご安心ください。ジュプトルは我々も全力を挙げて追跡します。今後も何か手がかりがありましたらお知らせください。お互い協力して頑張りましょう。では。いや本当にもうびっくり。なんと北の砂漠の地下に湖があって、そこに時の歯車があったとは。うん、でもその時の歯車はジュプトルに盗まれちゃったわけだし、ジュプトルも捕まえることができなかった。結局何もできなかったのと同じだよ。みんな、残念なのは次につながる手がかりが残ってないんだよな。そうか、ちょっとでも何か残っていればよかったんだけどよ。確かにジュプトルが次どこに現れるのか全くわからんしな。尻尾をつかみかけたものの、これでまた振り出しですわね。いや、そうでもないですよ。ヨノワルさん、手がかりはあります。まず霧の湖ではユクシーが時の歯車を守っていたそうですね。そして地底の湖ではエムリットが時の歯車を守っていた。アグノムがいるってことかな、この流れだと。多分テレパシーで同じく聞いてる可能性があるよね。これはある言い伝えにあったものなんですが、それによるとユクシーは知識の神、そしてエムリットは感情の神と呼ばれ、3匹で精神界を司っており、世界のバランスを保っているとされています。3匹？それはユクシーとエムリット以外にもう1匹いるってこと？そうです。残るはアグノム。やっぱりか、やはりか。意志の神と呼ばれています。ユクシー、エムリットは時の歯車を守っていた。ならばアグノムもまた時の歯車を守っているのではないかと。そっか、アグノムのいる場所を探し出せればそこに時の歯車があるかもしれないし、そこにジュプトルが現れる可能性も高いということですね。そうです。ユクシー、エムリット、アグノムの3匹はそれぞれ湖に住むと言われています。現にユクシーとエムリットは湖にいました。ですのでアグノムもまたどこかの湖にいると思われます。ただしユクシーがいた湖や高台の頂上に、そしてエムリットの湖は砂漠の地底深くというように、それぞれ普通ではない場所に湖がありました。ってことは何かひとひねりした場所にあるよね、きっと。アグノムもいる場所もね。